い、そして RBC スクープ投稿にはこんな珍しい写真が届きましたよ。こちらご覧ください。おお、ね、なんか幻想的なんですけれども、すごいですね。はい、おととい午前6時ごろ名護市の西の空で撮影された写真なんです。なんか どうなってるか分かりますか？すごいね。なんか何ですか？SF 映画に出てきそうな現象ですね。幻想的、ね、幻想的ですよね、うん、こちらは反白明光線という名前の現象になるんです。まあ、晴れている日の早朝とか夕方に見られることが多いんですが、うん、まあ、どのようなメカニズムでなっているのか詳しく見ていきましょう。はい、こちらです。この先ほどの虹色の光は反対側の東の空にある太陽の光だったんですよね。うん、まあ、その手前にこうもくもくとした対流群、雲が発生しています。でこの雲の隙間からこう光が漏れて西の空に届いたのが今回届いたこう反白明光線という現象になるんですよね。うん、で晴れていてもこう夏のような雲ができないと見られないということで、うん、夏の珍しい現象になります。